みーちゃんくん。ジャコちゃん、はい、シオンくんはもう外出られるんでしょうって入り口まで来ました。じゃあ出しますよ。はい、どうぞ。何なのってなってたの。そこでいいんだ。じっとしてね。あんなに喧嘩するんじゃさ、紐がついて出たからの時に、しおん、外出さなきゃダメかなとかちょっと思ってた。でもあんなに怒っちゃうんじゃん。ちゃんのとこのベッドが朝の騒ぎで多分驚いて落としちゃったんですね、きっとね。ちょっと失礼しますよ。ごめんね、今度2回開けるよ。はいはい、ごめんなさい。ちょっとそれあれだよね、ボリュームがあるからね。そうだね。これに捕まっちゃうと、これごと落ちちゃうんだよね。はい。
うかな。じゃあ遊ぼっか。あきちゃん降りてこれる？ちょっと怖くなっちゃったかな。あずちゃん、ハンモックの、入るときも降りるときも下手なんだよね。ね。あ、大丈夫だね。はい、あずちゃん、足怪我ありませんね。今日は怖い思いをしたので、あずちゃんに少しサービスです。中の方に入ってますよ。はい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 、これ取っちゃうんだって。そうね、じゃあじゃあ、こっちにもうちょっとこっちに来て食べてほしくてこっちに置いてんだけどな。食べにくい。じゃあこっち置いてみようか。じゃあじゃあ、ね、ちゃこちゃんの場合は左側をこう開けていたんですが、一応閉めようね。この状態なんですが、比較的ですね、ここのステップに乗って、こっちを見ていることが多いです。それからご飯の時はずっとここで、泣いて催促をしています。
これちょっともう開けてもいい感じになっていますので、今日はこの上部分ですね、トイレだけちょっと隠しとこうかな。上部分を開けるとおそらくアンズちゃんとかシオンくんがこのベッドをね引っ張り出そうとするのね。あ、じゃあここさ、この子たちの方だけ。そうだね、逆に前だけ開けようか、はい、じゃあご飯食べ終わったら開けるからね。はい、今度は8つね。もうすっかりアンズちゃんも2回出ますようになったね。はい、アリカさん、はい、怪我もなくてよかったです。よかったよかった。そう、びっくりしたよ、アンズちゃん。何に怒ってるのかと思っちゃったよ。びっくりしたね。アンズちゃんもびっくりしたね。アリカさん、やったね。シオンくんと一緒にハンモックも使えたしね。ホットだったね。よしよし、はい、いい子でした。飲んでね。いいよ。はい、ちょっとケージの中を掃除したいけど、ご飯を食べ終わったらね。よしよしよし、ちょっとこれを置いていいですか、奥にね。ごめんなさい、奥にいっぱい、ちょっと避けていいですか。後でね、ちゃんと掃除してもらうのに、ちょっとご飯置くとこキレキレしてね。はい、シャン君、ご飯置くとこキレイにして可愛いです。はい、シャン君。はい、ちょっとね、セパレートしてみたよ。はい、これ巻いて、こっちがカリカリ、こっちがウェットです。どうぞ、喉出ちゃった。はい、どうぞ。はい、これを食べてくれて偉いね。